こんにちは、動画ファンの成田です。今回は G メールに添付された写真をワンクリックで Google フォトに保存する方法をご紹介いたします。G メールに添付ファイルで写真が送られてきたときに、この写真を 同じ Google アカウントの Google フォトにワンクリックで保存することができるようになりましたのでそのやり方をご紹介してまいります。なお この方法は2021年6月現在ではパソコンのみ有効な機能となっております。スマホからはご利用になれませんのでご注意ください。では実際にこのようにちょっとテストメールを送ってみましたので、このテストメール開いてみましょう。添付ファイルの付いたメール開いてみると、その添付ファイルが写真だった場合、 このようなプレビュー画面が表示されると思いますでこのプレビューにカーソルを合わせると3つほどアイコンが表示されるんですけれどもダウンロードそれからドライブに追加これは同じ Google アカウントの Google ドライブに追加することができるようになっております。そしてこちら フにコピーを保存とありますこちらをクリックするだけで今開いている Gmail の同じ Google アカウントの Google フォトにこの写真を保存することができるようになっておりますではクリックしてみましょうはいそうするとフォトに保存中という表示が出てきて添付ファイルを Google フォトに追加しましたという表示出てまいりましたもう本当にワンクリックですね これで Gmail と同じ Google アカウントの Google フォトにこの写真保存ができてしまいましたでここで表示とありますこちらクリックして開いてみましょうそうするとここに追加ということで今保存したこちらの写真これ実は私の子供の時の写真になるんですけれどもこのように添付ファイルで送られた写真を Google フォトに保存することができましたなおこのように簡単に Google フォト 開くことがでできたんすすけれども後から確認する場合例えばこの Gmail を開いていて右上の Google アプリの中から Google フォトを選択して開いてみましょうそうするとこちらは追加順で表示がされておりません通常 Google フォトを開いた時はその写真を撮影した日時順に表示されておりますのでこれは5月30日に撮影をした写真ということで こちらに表示が出ておりますので、もし古い日付の写真だった場合は、ちょっと古い日付で探していただくようになってしまうかと思うんです。けれども、このように google フォトにきちんと保存されていることが確認できるかと思います。なお、最初に申し上げましたように。2021年6月現在ではモバイル版。 つまりスマホやタブレットの Gmail ではこのように Google フォトへの保存のボタンがありませんので Google ドライブに保存するか端末へダウンロードをしてみてください。このように Gmail に添付された写真をとても簡単に同じ Google アカウントの Google フォトに保存することができるようになりました。お試しにななってみてみくださいそれでは以上となります